皆さんどうも、ひかりです。今日はですね、なんで大阪を選んだということについてちょっと話したいと思います。なんで大阪なのって聞かれるよりは、結構なんで東京じゃないっていうふうに聞かれるけど、やっぱりな、こういう欧米系の外国人がほとんど東京の方、関東地方の方に行ってしまうと思うけど、別に東京じゃなくてもええやろ。私が大阪を選んだ理由がすごい単純やと思う。何回か旅行しに来てな、日本に。で、2008年、一人で、初めて、ほんまに一人で日本で旅をして、で、やっぱりこう、あちこち行ってみたいと思って、大阪はたった一泊やったのに、そこが友達ができてね。で、2009年の秋、インターンシップやったかな。それはやっぱり日本に実際住んでみたいと思って、な、日本のどこがいいかと、ちょっと考えたら、そんなに考えなかったら大阪やねんって。分かったよ。友達がいるからさ、そこがすごい大事やねん。やっぱり一人で海外に住んでたら、友達がいたらそこに行ってしまうでしょ。特に私ね、会社でインターンシップやってたので、また留学生だったら、学校とかで、どこでも友達、作れると思うけど、会社の人がね、みんな20代以上、自分19歳で、それは別に友達作るわけないでしょ、あんまり。やはりそもそも友達がいるところに行けばいいと思って。ですね、わずか3人ぐらいだったけど、でもその人たちにまたいろんな人を紹介してもらって、すごい人脈広いっていうか、いろんな人を知ってるよ。やっぱその友達が作ったらね、離れたくないよ。なかなか大変やからさ、友達作るのは。外国人だけじゃなくても、やっぱ日本人、例えば大阪生まれ育ちの人が急に20代の頃はね、東京に行ってしまったら、そこはまた友達作れるかどうかは不安でしょ、ちょっと。だから、特に外国人なんで、やっぱここがいいよなと思うよ。その人がいるからな。海外で一人で住んでるよな。家族もここにいないし、向こうの友達もここにで、寂しくないとかよく聞かれるけど、うわ、寂しくないよ、ここは友達いるからね、大丈夫。というわけで、大阪に来てしまいました。あんまり、そうやな、離れたくないな。特に大阪弁が通じてもうて、しゃあない。 動画作るときにね、一応共通語で頑張ろうと思ってるけど、やっぱり大阪弁混ざったりするんで、すいません。東京はね、確かに大阪より大きいし、そこが特に外国人の場合はね、働ける会社の方が多いかもしれないけど、でもみんなのところじゃないと思うんで、私は個人的に大阪がいい。大阪すごい大好きやね。もちろん、また神戸とか京都とかその辺、関西地方な、どっか住んでっても全然構わないけど、なるべく 大阪の方がいいよな、私。次のこの「私のこと」っていうシリーズの動画は、多分あだ名についてにしようかなと思って。なんで光になったとか、あと YouTube のこのチャンネルの名前は気違い黒船やねんけど、それもなんで気違い黒船やねんとか みんな思ったりするかもしれないし、面白い話やで。ということで、次の動画、ぜひ楽しみにしてください。ほなねー。